エレキチさんごきげんよう、トゥイティさんごきげんよう。ごきげんよう。NTJ さんっぽい唯一的理論的で長期的なビジョンですねと。はい。多分。その、まあ、コメントがですよね。あ、その先ほどの女性のね。はい。月と太陽さん。昔太陽とシスコムーンってありましたね。ごきげんよう。ごきげんよう。すいません。INTJ 女子は3回告白されてコン負けすることはないでしょうね。ないでしょうね。はい。なさそうな気はします。なさそうな気はします。まあでもゼロではない気もします。はい。ゼロではないと思いたいです、はい。そこはなんかまだ聞いてくれる余地は INT の人の方がありそうですけどね。あ、感情的にダメっていう人。そう、ダメって言ってるでしょみたいなのは、はいはいはい、ないなって思います。はい、すごいねって。すごいねって認めてくれてるわけですから。はい、まあ、可能性はゼロじゃない。可能性はゼロじゃない。地図さんごきげんよう。おせおせは自分のことしか見てないと同義。今でも僕のことを見てよってやってるわけですもんね。あとはでも人生1回ですからね。はい。はい、INT の方が IST より IT の傾向が強く出るのかなと。その雰囲気ありそうですよね。はい。みゆさんごきげんよう。女性の SF は性格の悪いのが一定数いそうだなと。 NT とはまた違った感じのと。でもまあなんか僕このタイプでこうって言われると、はいはい、いや全部もういいやつも悪いやつも、はい、一定の割合で一定の割合で全部いるはずでしょうって思ったりします、はい、すいません、なんかバランスを取りたくなるんでね、はい、はい、ごめんなさい、正確です。まあ押さなきゃチャンスもないので、そうなんですよね、うん、間違いではないと思うんですけどね、押すタイミングは重要でしょう。そうなんですよね、タイミングかね、はい、話しかけるとき、いくつかネタを振って相手がどんな反応するか見ませんかねと。あとでもなんかこっちはさ、はい、F 型としてはさ、はいはい、最初に冷たくされるとさ、はい、あ、嫌いなんだなって。冷たいわけじゃないと思うんですよね。そっけなくされたりすると、はい、あ、嫌いなんだって、はい、思っちゃうんですよ、はいはい、多分その自分を出すのが苦手なタイプじゃないですかと言われてますよね、はいはい、INT とか、はいはい、なのでこう自分を出してないだけだとは思うんですよ。どうやったら出てきますかね。だからちょこっとずつだとは思うんですよ。この何でしたっけ、あの天のうずめが踊って、はい、天照す大神、はい、すいません、はいはい、どう出ます、ちょっとずつ。ちょっとずつだと思います。なんかこう引っかかるところが出てくると思うんですよ、うん、まあ女子の気持ちは僕分かんないですけど、二等兵と会話してても出てくるわけじゃないですか。でむしろなんかあんまり喋らない人よりも INT とかはそういう人の方が喋るとは思うんですよ。なるほど。あの子たち、はい、笑ってくれないんですよね。でも笑いますよ多分、か重ねれば。あ、お前の下手を私のせいにするなと、はい、はい、まあ下手かどうかっていうか二等兵みたいなタイプの方が、はい、多分打ち解けると思うんですよ。なるほど、はい、でこう乗ってきたら話させるみたいなことをしてる方が最初のきっかけはこういかないと。どうしてもやっぱりいかないとダメですよね、はいはい、INT 女子に対しては趣味や興味に寄り添うのが吉だと思いまして、寄り添い方を聞いとんねんこっちは。まあ話を聞くですよ。だからどうやって話しかけるのって。話しかけるのは多分いいんですよ、多分最初のきっかけみたいな、いつもの二等兵のように話しかけたらいいと思うんですよ。である一定の時から自分が喋るのを我慢するみたいな感じじゃないですか。あ、そっか、あの、はい、読んだことあるのは、はい、テニスと一緒だと、はい、サーブを打ったら、はい、戻ってくる、戻ってくるまで待てと。待てだ、サーブばっかり打ってもダメだっていう。そりゃそうですよ、はい、確かに、はい、メガさんごきげんよう。確かにかタイプ関係なく女子は話を聞いてほしいはあると思います。はい、そっか、はい、なんかお笑い芸人がこんだけ全盛だとね、はい、ああいう風に喋るのがモテるんやって、はいはい、誤解するじゃないですか、はい、でああやって喋らなきゃダメだって思って、うん、うまく喋ろうとするじゃないですか、はい、で下手な冗談言ってつまんないやつって思われるわけじゃないですか、はい、この悪循環までがセットなんですよ、はい、だとすると、はい、もう普通のことを喋って、はい、普通に話を聞くのが、はい、いいってことですね。多分そう思います。
私が見てきたそのホットドッグプレスとかのマニュアルでは、はいはい、いかに笑わせるかで、はい、男の値打ちが決まるみたいな、はい、ギャグを勉強せよみたいなのを呼んできたんですよ、はいまあ、最初のきっかけぐらいには多分いいと思うんですよ。サーブぐらいですよね。だってでも、はい、だと本当普通の話でいいってことですよね、はい、そう思います。普通の話でいいし普通に相手に話させるみたいな。すっごい間違ってきた、はい、僕の人生。なるほどね。ポールさんごきげんよう。恋愛に限らず相手がやってたり口にしたもので初めて聞いたものを調べたりとかしませんかと。なるほど、これですね、はい、でお前のやる EF 的な盛り上がり方は、はい、IN は苦手やと。はい、なるほど、反省です。とりあえず10分間相槌だけで相手の話を聞けるかだと思うんですよねと。沈黙が怖いんですよね。はい、でも話させるですよね。将棋みたいになりますよ。うーんって、はい、はい、まあサーブをちょいちょい打てばいいんじゃないですか。まああんまり頻繁に打たずに。なるほど、打ち返してきたら打ち返してこれそうな球を。なるほど。はい、そっちからサーブってなかなか来ないんですか、ね、なかなか INT だと来ないと思うんですよ。あ、アリンコさん、 INTP の自覚で好きな分野趣味の話、自分のマインドの話は死ぬほど饒舌になると。なので全然聞いてほしいし、むしろそれについて質問だったり提案議論はしたいですねと。多分そうだと思うんですよ。こう言い合いをするじゃないですか、僕と二刀流も。はい、でそれで違うってみたいな話をしてれば盛り上がるわけじゃないですか。なるほど。はい、じゃあそっか、彼分かった、はい、にゃんこさん分かった。いや、にゃんこさんってあのコメントのくれた方、はい、彼も告白じゃなくて、はい、なんていうの、喋り仲間、はい、として、はい、スーッと入っていけばよかったんだ。それはあるかもしれないですけどね。まあ分かんないですけど、普段を思い返すと全然好きじゃないと思ってたわけじゃないですか。はいはい、なんか普段あこの人といると楽しいとかって思わせておけばよかった可能性は。あ、じゃあにゃんこさんに告白した彼は、はい、もう全然タイミングが違ったんだ多分。はい、おそらく、はい、まあ順序が違ったとか。そうですね、はい、近づいてからですよね、やっぱり近づいて仲良くなってからみたいな。特に INT みたいな、はい、女子の場合は、はい、言わなくてもいい説もありますよね。言わなくてもいい、告白しなくてもいいって話。あ、いや僕は言葉の現地は欲しいんですけど。はい、安心というか、はい、ごめんなさい、はい、仲良く、そうですね、でもせめて、はい、楽しいと思われるぐらいの議論ができて初めてですよね、はい、多分、はい、